それでは、湖の表層の植物プランクトン、光の強さ、水温、栄養塩類の季節変動を見ていきましょう。まず、光の強さと水温のグラフだけ見ていこう。光の強さのピークの方が、水温のピークよりも前に来ることを知っておこう。覚えられないよって人は、例えば、昼の長さが一番長い、ね。 ずーっと光が当たってる長さが一番長いのは6月の下旬だ。だけど8月ぐらいの方が暑いよね。同じように12月の下旬ぐらいに一番昼の長さが短くなるけど2月ぐらいの方がとっても寒いよね。光の変化の方が温度の変化よりも先に来る。そんなイメージを持っておくと光の強さのピークの方が水温のピークよりも早く来るということが覚えやすいかもしれない。 では、季節変動を冬から見ていこう。実は、水って4度付近で一番密度が大きくなって、それよりも温度が高くても低くても軽くなっちゃうんだ。だから、すごーく冷たい水って4度の水よりも軽いんだ。冬は上の方の水が4度よりも冷たくて軽い。で、下の方に重い4度の水がある。だから、湖の水は安定している。 水が上と下で循環しにくくなっている。そして冬は水温が低く日照時間も短いから植物プランクトンの増殖が抑えられて栄養塩類が蓄積します。植物プランクトン栄養塩類いっぱいあるのに増殖しないのかなと思うかもしれないけどやっぱり水温が低すぎるし光の量が少なすぎるんだ。では続いて春を見ていこう。 春になると、氷層の水の水温が上昇してきて、下の方の水と上の方の水の温度が同じになる。すると、例えば風によって湖の水は循環する。下の方にあった栄養塩類が氷層に運ばれてきて、その結果植物プランクトンは大増殖する。いわゆる春の大増殖だ。 春になって水温も上がって光の強さも上がってくると植物プランクトンはどんどん増殖できるようになるんだ。氷層の栄養塩類は植物プランクトンによって消費されてしまいます。だから春のところで栄養塩類がガクーッと減ってるんだね。夏は氷層の水の水温がとても高くなる。4度の水が一番重いんだから 下の方の水が重くて上の方の水が軽いっていう状況になってる。湖の水は循環しにくいね。下の方から栄養塩類が運ばれてこないから植物プランクトンの増加は見られません。秋になると氷層の水温が下がってくる。湖の水は再び循環します。栄養塩類が氷層に運ばれ植物プランクトンが増殖します。秋の増殖です。やがて 光の強さや水温が下がってくると植物プランクトンは減少してきます。植物プランクトンが減少することで栄養塩類が消費されなくなり、表層に栄養塩類が増加していきます。そしてまた冬へと戻るわけですね。ではお疲れ様でした。もう一回復習してみてください。